日のよろぴこ。コロナに負けない金メダルだ。よろぴこ。一回あるんです、はい、でも、一回、あ、多分吉本さん覚えてないかな。で、僕のことじゃないですよ。やっぱり、あの、挨拶ができてないのは、うん、どういうこっちゃって言って、はい、僕、食堂にいたら、吉本さんが食堂に、なーって言ってて、何と思って、パッとあったら、おい、どういうことや、挨拶が返ってこんぞっていうのは、僕言われたんですよ。なるほど。それを僕に言われ、あ、でも、そろそろだなと。当時あのなんかロッテの時も小宮山さんとか高木さんとか上の方がおられて、ちょうど僕ら中間でやらせてもらってた時なんで、下の面倒とかそこもちゃんとせなあかんっていう世代だったんで、多分吉彦さんがお前がちゃんとせ言っとけって言って覚えてないな、言った方で全部そうない。カープの後輩もさ、散々俺に言われてるんや、はい、で、俺覚えてないんやって言った方俺は言ってないとか言うんですよでもコミもいた話だよかな、コミさんもいた。でも言われて当然なんですよ、吉彦さんから挨拶するんですよ、うん、吉井子さんから若手にも球場来たらおはようってしてるのを、やっぱ後輩が多分無視じゃないんですけど、多分あっていう挨拶だったと思うんですよはでも今は考えが違うからね。今は挨拶は自分が好きでやってるから帰ってこなくても仕方ないと思ってるからね。あ、変わったなマジで。本当ですか？マジで。本当ですか？その頃は、うん、挨拶ってのは挨拶しっかりやれっていうのは思ってたけど、最近思ってるのは、うん、挨拶は自分が好きだからやってるだけであって、うん、別に自分がしたいからしてるわけや、うんうん、だから帰ってこなくてもしゃあないなと思うになってる、うん、おーじゃああの時は違ったんですよ。まあ65になるとこうなるんやってだいぶ大人になりましたね、だからねでも挨拶って、ね、なぜするかっていうと、いつも挨拶してると帰ってくる挨拶で分かるんや、うん、こいつ今日何かあったとか、ちょっとテンションが低く、うん、ちょっと普段と違うなっていうんで、結構挨拶って俺は挨拶大事だと思ってた。その話を、うん、同じことを僕怒られた後に言われました。あ、なるほど。挨拶ってなって言った。そういうところから、まあ、コーチをされてたんで、はいはいはい、あ、そういうところからも選手のその状況とか、はいはい、その観察ってあるんだなというのも勉強になりましたね。はあ、絶対違うからね。うん、確かに。何かあると、うん、普段の挨拶と、え、違うなっていう、こういつも一対一でこう挨拶するやん、うん、そうすると、え、こいつちょっとテンション違うなってある。で、それが何日か続くと、はい、あ、なんか抱えてるな、うん、結構、だから大炎の時もあったやん、大炎の時もあって、ね、こいつなんかおかしいなってみんなに聞いたら、いや、おかしくないってけど、ずっと聞いてて、ずっともう、じゃあ違うんかなと思いながらずっといた時に、まだおかしいから呼んで、うん、お前なんかあったろって言ったら、実はこうこうこうなんですっていうのがある。よう見てますよね、吉彦さんね。まあ、強しなんか一番簡単だったか、あいつ言ってましたね、言ってましたね。お前背中今日笑ってるけど、お前昨日なんかいいことあったかって言ったら、え、なんでわかるんですか、お前背中笑ってるやろお前まあ、わかりやすいタイプですからね、もう本当に、ね、うん、もう出るね、あのやっぱ挨拶にもうね、そういうのある。なおちゃんからしたら今度吉彦さんってどんな人ですか、うん、まず千葉ロッテにコーチとして決まるわけじゃないですか、はいはい、あの時ってどんな感じだったですか。どんな子、あの、もう面識全くなかったんで、はいはいはい、もう名前と、はい、まあその現役の時のその姿しか、はい、僕そプレーもされてたんですよね、ロッテで。したしたしね、うん、でもそのロッテのイメージよりもやっぱカープの、ね、ね、イメージが強くて、はい、でももう情報とすれば、はい、その当時の、はい、怖いよやばいぞってなんでそれこそ話挨拶じゃないですけど、はい、ここだけはそんなところで怒られたらあかんっていうのはあったんで、厳しい人だっていう印象でしたね、最初は。なるほど、はい、来られる前までは。来てからはどうだったんですか。来てからっていうのはおかしいですけど、来られて、何度かこうお話とかさせてもらったりするけど、はい、もう野球に入ると、まああの、もう全然違うんですよね。うん、ちょっとオフになったら、はい、あ、全然楽勝だって。楽勝だぞと思って、ね、いい意味ですよ。いい意味で。なので、こう、一人歩きしてたら、その厳しいよ、怖いよっていうのは、野球に関することとか、はい、その先ほどおっしゃった常識だとか、はい、そういったところに関しては厳しいんですけど、はい、それをこう、外れたところっていうか、普通なところは、あ、もう普通にあのいいおっちゃんっていう感じで見てましたね。いいおっちゃんって感じで、ね、いいおっちゃん、何も言わんもんな。それ以外のことは僕本当にそこで厳しいと思ったこともそうですね、はあ、ないですね。ロッテのコーチの時もさーっと一番最初に出てきてましたもんね。いや、そりゃそうよ、く試合終わったらよく遊び、よく学べだね
もう出てきたみたいな早って多分みんななんか精神いますよそれね、遊ぶ時間も大事やから確かにですね大事もうしっかり遊ばんとなそうですね、もうそこもメリハリも、うん、で、やっぱりオフでも、はい、本当にあの、周子さんとその、それこそゴルフとかね、うん、あの絡むっていうか、一緒させていただく時もあって、はいはい、その時も、その野球は野球、これはこれっていうのをきっちりしてるんで、はい、居心地いいですね、うん、まあ、いつも居心地よくさせてもらってますっていう周子さんもいつも言われるんですけど、先にその、サブローとか福田選手が、ね、うん、怖いの来るよっつって先に選手にし言ってくれたんで、あいつらがめちゃめちゃ楽だった。いや楽だったよ。あ、そうっすか。逆に情報怖い怖いって情報を入れてくれてたからみんな言うことは全部聞いてるじゃない。そうですよね。そうですね。でもさ、西岡と今井がまださ、はい、18とか19の時やんか、うん、そうこの2人はさ、後で聞いたらさ、もうこの親父もういつも野球の話してうるさいと思ったらしいマジ で飯食ってもさ、寮に帰って一緒に、あ、はいはいはい、で飯食うんよ、はい、今江とか連れて西岡とか、はい、で野球の俺話しかせんのよ、うんうん、そうですね、大体が、うん、ただもう今の若い子ってさ、はい、嫌なんやろな、ずっと飯食う時からずっと野球の話されて、うん、もう野球から離れてるのにもう美味しく飯食いたいのにって感じもうずっとそうやもんな、まあ、そんな感じだったもん、面倒見てましたもんね、よくね、吉子さん、その時ぐらいしか野球の話をする時ないなくないですか、本当はな、球場行って喋ることないですもんね、うん、あの、まあ、ね、グランドで、グランドで話すっていうか野球の練習とかをするので、ペシャクじゃ喋れんのはピッチャーはあのロッカーとかでいろいろ話せますけど、野手の人はその野球の話をグッて話すのってご飯の時とかじゃないですか、やっぱり昔そうだったけどな、そうですよね、外で、今はでもそうでもないもんな、多分な、そうなんですかね、でも強くなりましたよね、あのでも面白かったなあの時のロッテは、しびれ上がりましたよね、でもさ、今日もさ今日もゴルフしてで頭くんこいつもうめっちゃ飛ぶんや、やっぱそりゃそうでしょ、そんなにですよ、吉子さん、そんなに、そんなにふざけるな状態、そんなにですって、なんか池田千佳さんの元気な時の感じしたもん、あ感じが なんでピッチャーでこの体格が飛ぶんやろ、うん、やっぱですね、バランスがいいんですかね、いやいや、変な力持ってるもん、持ってますよね、マジで小力じゃないまあでもね、面白かったなでもほんとね、あの当時バレンタインが来てさ、はい、俺もバレンタインに呼ばれて瀬戸山さんの関係で、はいはいはい、途中から行ったやん、2004年のオールスターぐらいから行きましたもんね、俺巡回したからね、最初そうですね、1、2軍巡回でしたもんね、うん、そうで、2005年でコーチにきっちりなられて1軍走塁コーチですよね、そうでもその時に奈緒ちゃんがガンガン投げてましたよね、投げてた、そうですね、2005年僕2000年入団なんで、そうですね、まあ、3年目ぐらいから先発ですかね、14勝、15勝、10勝、10勝って5年連続2桁勝利ですもんね、そうですね、まあまあ防御率が良くないしホームラン打たれたヒットあるんですけど、まあ一番こう目標にしてたのは投球回数ですね、僕は、はい、もうあの規定投球回数をもうずっと、はい、もう勝っても負けても投げれるピッチャーになろうっていうところで、目標は10年だったんですよ、僕は10年連続で規定投球をしっかり投げたら、まあプロ野球のチームのローテーションピッチャーなっていう、うん、胸張れるって思ったんですけど、あの9年連続で止まってしまったんですよね、うん、2011年で投げれなかったので、うん、あ2010年ですね、なので2002から2010までの9年間ですかね、うん、まあ、そっちの方が僕はよくやれた方なのかなという感じですね、勝ち負けはやっぱり運ありますからね、まあ、そうですね、はい、勝ち負けは、はい、1対0もありますからね、うん、そうですね、すごいピッチ、2005年楽しかったですよね、盛り上がってましたよね、もう楽しかった、もうやっぱり2005年といえばあのソフトバンクとのあのクライマックス、あんな試合しびれましたよね、僕も全部見ました、あの試合あの試合なぁ、いやぁ4-0ですよ、4-0ひっくり返されましたもんね、はい、3戦目の4-0からのやつですね、そうそう、はあ、で、これ次の試合負けるったんや、知ってる、西武のマリンの時も向こうは西口さんと大輔が投げてきてるんですよ、はいはい、でこっち渡辺俊介と弘樹が行ってるんじゃないですかね、渡辺監督が言われたじゃないですかそうそう、マリンで煙が出て、あのそうそう、煙じゃないですか、あれ、霧が出て、でも里崎さんとのバッテリーってどんな感じだったんですか、そうで、僕結構半分ぐらい組んでるんですよね、橋本とも、はい、
本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしくお願いします。